山下清が最初の旅に出たのは18の時、彼は頭が弱かったが魂は澄み渡っていた。ところがこの世に澄み渡った魂の澄み交わない、彼は彼の絵の中に魂を住まわせたのさ。全ての色彩が彼の味方、ああそれ以外のものには興味がない。
よしが旅をしなくなったのは35の時、契約書にサインし二度と放浪しないと誓わされたのさ。今や彼は地位も名誉も手に入れた、多すぎる財産も。だが彼の魂は限りなくゼロに近づいていった。全ての人々が彼の味方、ああそんなことはどうでもいいことだ。炎の天才画家山下清が帰らない旅に出たのは49の時、一番細い血管が破れ、ある晩彼はぶっ倒れた。ベッドの上で彼は言った。今年はどこの花火に行くか。それからしばらくして彼は息を引き取ったのさ。全ての神様が彼の味方、ああ天国の場所はどこでもいい。